んばんは、ひづきチャンネルへようこそ。ということで、今日はちょっと喋ろうと思います。ですね、先日ちょっと父親のところ行って、まあいろいろ雑用してたんですけども、まあその時にいろいろありまして、あのゴミを持って帰ってね、ゴミを捨てるっていうことになったんですが、その時に、これもいらんから捨ててくれと言って言われたものがあります。それは何かというと、ギターです。モーリスのギターで、まあ昔からねギターを弾いて、昔実は教えてもらったのは、一番最初に教えてもらったのは父親に教えてもらったんですけど、まあ、ベンチャーズを教えてもらって、練習した記憶があるんですけどね。まあその時から持ってるギターじゃないですね。いつ買ったのかちょっとよくわかんないんですけど、はい、ただね、すごい扱いが悪くて、もう本当にタバコのヤニとかね、ホコリまみれなっててね、ちょっと俺的には許せない状態やったんですけども、でもう使わへんし邪魔やから捨ててくれとか言われてね、まあ捨ててもいいかって思うぐらい汚かったんですけど、やっぱりそこは楽器なので、とりあえず持って帰ってきてね、全部ピカピカに磨きました。こうペグとかもね、なんか真っ黄色になってたんですけど、まあちょっと、ある程度磨いたらね、ピカッと光ったんで、ほんで、弦を張り替えてみたんですが、やっぱりねしっかり鳴ります。俺が持ってるアコギとね違ってね、ボディもでかいですし、響きもいいなと思って、まあさすがモーリスと思って、使うことに決めました。ところが、まあ、扱いがあるんで、ね、なんかこれ分かりますか？なぜか割れてます。これは修理した方がいいのか、もう下手に触らずそのまま使った方がいいのか、なんかこんなところにもねちょっと穴を開けられてたりしてね、何やっとんねんって感じですけど、まあしゃあないですね。まあ、まあそういうこともあってね、まあちょっとまたこのギターをね使っていきたいと思います。ということで、新しいギターがうちに来たので紹介しました。それではバイバイ。